が、ガチガチになってるんですね。どんな感じかって言ったら、冷凍庫の中に入ってるお肉みたいな感じでガチガチです。でそれをね、今からね、生肉に緩めていくんですけども、その過程がとても痛いんですね。でこの特に背中のズレが残ってたりすると、それが原因だったりもするので、まずそのズレから取っていきますね。でこちら側を下にして横向いて寝ていただいてよろしいですか。ぐーっとひねっていきます。もう力を抜いて、そうそう、だらーんとしてもらって、そうそう、なんかバクってなって、これがね、骨盤がずれていたって感じなんです。今度は反対側向きましょう。これでぐーっとひねって、そうそう、だらーんとして、そうそう、うわっ、めちゃめちゃ栄養となりましたね。で、ペン座りましょうか。はい。で、足下ろし座っていただいてよろしいですか。はい、で、ここでこういう風に腕を組んでいただいて、今からね、背中のずれ取っていきますね。はい、ちょっと落ちました。はい、で、丸くなってます。そのまま後ろ垂れていきましょう。おお。はい、手離しましょう。はい、でもそれだけです。ああ、そう、すっきりしてる気する。すっきりしてる。すっきりしてる。めちゃめちゃね。これがカイロプラクティックってやつなんです。はい。はい。では、うつ伏せになりましょうか。はい、ここにね、この辺のね、はい、お願いします。今からね、背中のここのね、ズレをちょっとね、取っていきます。今からね、大きく息を吸っていただいて、吐いてもらいます。で、吐いた時に僕が上からどんどん伸びますから、必ず息を吐くようにしてくださいね。はい、大きく息吸っていただいて、はい、吐きましょう。はい、そうそうそう、うわー、もう一回大きく息吸っていただいて、はい、吐いて、そうそうそう。そうすると、背中触ると、ほら、なんかもう柔らかくなるの分かります？痛くないですよね。というのがカイロプラクティックってやつなんですね。ほら、こんなに痛くないよね。でも、ね、首の方触っていきます。ちょっとね、頭をお借りしますね。ポンと置いてもらって、首見させてもらうと、ここを押さえると痛いのかな。あとこっちを押さえると痛い。こっちの方がね、首の骨がずれてきてます。バキバキでいいかな。じゃあちょっとバキってしていきますね。持ち側に置いといてくださいね。では右側向いてもらってグー。大丈夫？大丈夫です。左側向いてもらってグーっと上げてください。そうするとほら、もう痛くない。あ、痛くない。本当に同じ力ですか。もう耐えないよ。優しくした。優しくしたですね。あと右向いてもらってくるってあげる。そしたらほら、このもうすごい。ああ、本当に痛くない。本当に痛くない。ちょっとだけ気になる場所あるから、ちょっとだけここ押さえさせてね。ほら、全然痛くない。全然痛くない。はい、以上でございます。よく耐えました。足は痛かったけど。足痛かった。足痛かった。でも足からの柔らかくなった。柔らかくなったね。軽くなったわ。軽くなったでしょ。軽くなるんです。軽くなった。で今ね、どんな感じかって言ったら、髪の毛を切って髪の色をセットしたの感じなので、その色がずっと続きますかって言われても、23回1ヶ月とかしてきたらプリになってきて、髪の型も気になったりするじゃないですか。なのでいつぐらいに髪の毛を染めるか、だからずっとこの状態がキープされるわけではないですよ、お伝えしてます。わかりました。絶対ずれるのはよくわかる。だからやっぱ生活していく上で髪の毛が伸びてくるように、生活していくとやっぱ体の疲れもやっぱ出てきます。なので一回やったらずっと楽かっていうことはないんですよね。これカイロと整体あるじゃないですか。これはどういう感じでやった方が、今治ったじゃないですか。ここからは整体の方をやった方がいい。でもバキバキずれてたから、ずれやすい体質っぽいから、このカイロプラクティックのコースで十分だと思います。そうですか。これね、この針。針も、だってここはちょっと動かしてみてよ。いや、ほんとに軽くなったわ。可動域も。可動域広がったわ。本当に。可動域広がった。でしょ。なので。これでいいわ。これで十分。十分。なので、このコースやれば、もうそれ以上お金必要ないから、安上がりです。これにします。はい、これで大丈夫だと思います。ありがとうございます。はい、以上でございます。いえいえ。